妻への怒りが収まりません。アホらしいことで怒っている自分が嫌です。もうなんでだよ、嫌だよ、どうしてだよ。毎年誕生日には俺が君の食べたい料理を作ってお祝いするよ。誕生日は何が食べたい？シューマイ。え？シューマイ。シューマイ。分かった。じゃあ誕生日はシューマイを作るよ。僕は慣れない手つきで一生懸命シューマイを作りました。翌年また何が食べたいのかと聞くとシューマイだったので、その年も作り、それから14年間ずっと妻の誕生日にはシューマイを必ず作り続けました。ねえ、そろそろ君の誕生日じゃない？なんか欲しいものある？誕生日はシューマイが食べたいな。シューマイだね。分かった。君は本当にシューマイが好きだね。うん、でもさ、シューマイって作るの難しいよ。作れるの？今まで作ってたじゃん。嘘、食べたことないよ。いや、毎年丹精込めて作ってますよ。ねえ、パパいつも毎年シューマイ作ってるよね。うん、毎年ママの誕生日はシューマイだし、私の時はサバの味噌煮だよ。嘘、本当に？毎年シューマイだよ。へえ、あんま覚えてないな。でも、ということは作れるのよね。毎年一生懸命作ってるのに忘れられてるなんて。ごめん、本当に食べたこと思い出せなくて。でもみんなが作ったって言ってるから本当なんだよね。本当にごめんね。ちょっと変なことを聞くけど、これは何かわかるかい？蒸し餃子でしょ？シューマイってどんなものか説明してみて。え？ほら、あれだよ。ラーメンの上に乗ってるお肉。それ、チャーシュー。